最後のトピックになりますけど、行ってみましょう。伊沢さん、お願いします。はい。では、3番目、資料の共有ですね。共有リンクと、PDF 書き出し、録画等の、機能がありますが、今回はその中でも、共有リンクと PDF 書き出しをご紹介をしていきます。まずは、共有リンクです。もうXT 使われている方はおなじみの機能かなっていうふうに思うんですけど、実はこちらの共有リンク、ここ1年くらいのアップデートで、さらに便利になりました。なので今回はそちらにフォーカスをしてご紹介をしていきたいと思います。まずは、とにかく素早く共有リンクを発行する方法です。今まではこのプロトタイプモード、そして共有モードと、渡ってリンクを作成する必要があったんですけど、実は今はもう、こちらのデザインモードだけで作成ができるようになってます。そうですね、はい、でこちらを実践ワークでしていきたいと思います。おう、今こちらアートボード、2つあります。このアートボード、両方とも選択した状態で出てくるこちらのアイコンですね、これをクリックすると、うん、もう自動で共有モードに飛んで自動で作成が、はい、始まりました。出てきましたね。今、表示設定がデザインレビューになってます。これが初期設定ですね。うんうん、こちら見てみましょう。まあそうね、XD が登場した時の本当に最初からある機能ですけれども、うん、簡単に XD を持ってない人、誰でも簡単にブラウザさえあればこのデザインがレビューできるっていう、そしてコメントを書けるっていうのはかなり大きかったですね。まあ、ワークフローが結構変わったと思うんですよね、うん、私も結構クライアントさんとここでやり取りをしたりしますね、うん、こちらで、ピンを選んで、配置をしてコメントを書くこともできます。はい、こんな形でちょっと反映に時間がかかってますが、うん、なんかカッてなってる。これ多分英訳のせいですね。コメントをつけます。はい、すみません。なるほど。はい、こんな形で、コメントを書くことができるデザインレビューのリンクです。また先ほどプロトタイプと移行をしないで共有をしたんですけど、その場合だとこちらクリックだけで次のアートボードに移動することができます、うんうん、最後まで行くとクリックできないのでホームに戻るかこちらのページャーを使うといいかなと思います。はい、はい、こちらものすごく簡単な共有の方法なんですが、おそらく一番適しているのは同じデザインでも A 案 B 案とか複数のパターンがあるときですとか、あとは XT でスライドを作るときですとか、結構グラフィック情報として扱うときはかなりこれはスマートなんじゃないかなと思います。うん、これが一つ目の、リンクの作成の方法です。はい、じゃあ二つ目いってみましょう。はい、お願いします。2つ目は複数のプロトタイプで、共有リンクを発行する方法です。今こちらトップページが、両方のデバイスであるんですが、そこからさらに仮想のページができたと想定します。なるほど。こんな形ですね。はい、はい、この時に複数作っていきます。こちらデスクトップとモバイルです。じゃあデスクトップからいきましょう。プロトタイプに変更して、ちょっと先ほどのリンクが残っているので、これはデリートで削除します。こんな形で。うん、で、こちらのバナーをクリックして、いつも通りプロトタイプをつなぎます。このアイコンこちらになっているので、ちょっと書き換えましょうか。こちらですね。変えて、うん、共有リンクで。こちらの表示設定をちょっとカスタマイズしましょう。開発にしてみます。ほう、こちらでリンクを作成をします。うん、まあ、XD 的にはこれデザインスペックっていう名前で、検索するとまたいろいろ調べられると思います。開発者向けに、いろんな仕様をですね共有するためのモードですね。まあ、こちらリンクが作成できました。はい、
で、同じようにリンクを、はい、ブラウザに貼ると、うん、ちゃんとフローの名前がアップデートされて PC になっていて、そうですね、うん、PC になってます。こんな形で、デスクトップのこちらの、プロトタイプできました。はい、では続けてこちらのスマホの方も一緒に作成をしていきましょう。はい、プロトタイプに移動して、すみません、いつものようにこんな形で繊維を追加していきます、うん、でまたホーム画面、こちら指定することができるので、ここをクリックすると新しくホームが作成できます。あ、なるほどね、別のフローが作れるわけですね。フローですね、ビューモードに行くとちょうどハイライトされているので、とても分かりやすいです、うん、こちらも開発にしてリンクを作成しましょう。これやっぱりあれなんですか、あのパソコン向けとスマホ向けの画面って、サイドバイサイドに置いてデザインします？あ、そうですね、私はもうあの隣に、うん、パソコンスマホパソコンスマホって感じでやってますね。皆さんどうですかね、ちょっと聞いてみたいです。いや、前のエクセイトエルヘアキャンプでもね、やっぱそれを推奨っていうストーリーもあったので、まあぐるぐるしてますが、はい、ロードしてきた。こちらスマホのできましたね、うんうん、クリックで、分かりますし、あと PC とこちらの URL が違ってるのも確認ができます。そうですね、はい、また、こちらの開発モード、先ほど言ったので、開発モードのリンクも見てみましょう。はい、今選択している、こちらの画像なんですが、こちらオブジェクトを選択すると右側に、画像のサイズであったり、あとは、まあ、表示ですね、CSS などもハイライトでコピーができるようなフィールドが出てきます、うん、こういったテキストもワンクリックでコピーができるものが出てくるので、これはかなり便利ですね。リサイさんのところの開発者の方は XD を使う、XD でこういったデータを取るのと、このまあデザインスペック、ブラウザベースで、ブラウザから取るの、どっちが好きとかあるんですか、決まりがあるんですか？あ、人それぞれです。あ、やりやすい方でっていう、はい、方針ですね。なるほど。へ、こちらで、こちらオンリーでされている方もいらっしゃいます。うん。はい、こんな形で、できますし、あとは、デザインモードであったこのコメントも生きているので、このスマホの方のリンクをコピーをして、このスマホにしてこんな形で置いておくと。なるほどね、はい、あの飛ぶリンクができます。そうですよね、うんうん、コメント機能は URL ちゃんと生きて使えるのでね、こういった技がありますね。それでかなり双方のリンクの管理とかが楽になるんじゃないでしょうか。うん、確かに、うん、形で、活用することもできますね。はい、これが複数のプロトタイプでの共有リンクの発行でした。はい、こんな形で、共有リンクものすごく便利なので、私割とも 100% これで、使っちゃいたいなって思うんですけど、はい、ただやっぱりあのプロジェクトを実際に進めてると、結構クライアントさんの方から割とあのデザインは PDF でいただきたいですというような形でご要望いただくことが多いので、最後にですか、はい、こちらの PDF の書き出しを、共有をしていこうかなと思います。はい、はい、まあね、XE 使うまでは PDF 書き出しっていうか PDF で渡すのちょっと面倒くさかったですよね。そうですね、もうリンクに慣れちゃうとリンクで済ましたくなっちゃうんですけどね、うん、はい、じゃあこちらの実践ワークのこの2つのアートボードを書き出していきましょう。なるほど、はい、XT の書き出しはファイル書き出しで、こちらで、3つの選択ができるようになってます。はい、1つ目がすべての書き出し対象、2つ目が選択したオブジェクト、そしてすべてのアートボードっていうふうにあるんですが、この中でも
XT の特徴的な機能、おそらく一番上のすべての書き出し対象になると思うので、今回はこちらを使って書き出していこうと思います。はい。レイヤーに移動をします。このレイヤーが開かれた状態で書き出したい対象、アートボードでもオブジェクトでも構いません。こちらを選択をしておくと、ハイライトがされますね。そして、マウスカーソルするとこちらに書き出し対象にするっていうアイコンが出てくるので、これをクリックします。こんな形で、今2つつきました。この状態であれば、ファイルのどこに行っても見えなくても、ファイル、書き出し、すべての書き出し対象で書き出すことができます。では、フォーマットを PDF にして、こちらで書き出していきましょう。ありましたかね。切ってます。こちらをじゃあ開くとどうでしょうか。おやおや。おやおや。バレちゃいましたか。実はですね、こんな形で、今こちらの画像が乱れているのが分かりますかね。実はこれ XT の PDF 書き出しの注意点になります。今回この画像が乱れてたのこちらの部分なんですけど、このような形で今回は、スクロールグループですね、スクロールグループを使っているところ、あとは、画像とマスクを掛け合わせているところなどを、PDF で書き出した際にこのような形で、画像が乱れることがあります。でこれ、根本的な問題の解決方法は今のところ多分ないんですけど、この機能をオフにするっていうこと以外はないかなって思うんですけど、ただこの発生条件は絞られてきています。ちょっと見ていきましょう。こちら、先ほど見たのが Mac のプレビューですね、クイックプレビューです。こちらクイックプレビューで見ています。じゃあこれをアクロバットで開いてみましょう。どうなるか。お、アクロバットだと綺麗なんですね、実は、うん、はい、またじゃあ次、アクロバット持ってないクライアントさんも多いかなと思うので、うん、ブラウザで開いてみます。飛んじゃった、こっち側に。こちらですね。今の PDF をブラウザにドラッグアンドロップしたような感じ、はい、ですかね。はい、ブラウザで開いてもこちらの画像は綺麗に見えてますね、うん、ちなみにスラックで送ってスラックのプレビューでも綺麗に見えます、うんうん、ただ、こちらの Mac のクイックプレビューと、ファインダーのクイックプレビューと、あとはクイックじゃない普通のプレビューで見るとこんな形に画像が乱れることがあるので、PDF 書き出しもしクライアントさんからご要望いただいたときなどは、なるべくこの PDF をお渡しする際にこちらのファインダーの Mac のファインダーのプレビューでなくて、まあ、ブラウザで開くとか、あとアクロバットで開くとか、そういった、ことをサポートしてあげるとかなり親切かなと思います。なるほど、はい。はい、一つ XT で書き出す上での注意点というか覚えておきたいかなと思います。はい、以上ですね。あとは、動画の書き出しもあるんですが、ちょっと今回は、扱いません、うん、こちらにまたチュートリアルの、URL を載せてますので、またぜひご覧ください。まあ、これ簡単に言うとあれですもんね、プロトタイプのデスクトッププレビューをしたときに右上に録画ボタンがあるから、それで全てのプロトタイプの動きを録画して、その MP4 でしたっけ、はい、で、共有してしまえば、こうやって動きをするプロトタイプなんですよ、デザインなんですよっていうのが分かるっていう、そういう共有の方法ですね。こちらも一瞬で動画ができるので便利ですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということでトピックさんも、はい、以上で終わりました。さてでは、質問どうでしょうか、佐々木さん。はい、
質問がいっぱい来ていて、なかなかちょっと追いつけないところがあって申し訳ないんですけども、そうですね、1個挙げるとしたら、プロジェクトが完了したらローカル保存しますか、共有していない人とか今後触っていただく可能性があるので、クラウドだとデータがどこに行ったか分からなくなったりしませんかっていうような質問が来ていて、これちょっと皆さんにも聞いた方がいいかなって思ってきて、ちなみに僕はローカル保存一応してバックアップみたいな形で取ってるんですけど、でクラウドの管理っていうのはフォルダーでグループ化できますよね。それでこうこまめに、グループ化してるんですけど、皆さんもし、活用方法というか整理の仕方だったり、ローカル保存するしないなどあればちょっとお聞きしたいなと思いました。私はプロジェクトやってるときはもうずっとクラウド保存で、本当に終わってから数ヶ月経ってから残しますね、ローカルに。なんか事故があったときとか引き継ぎとか、会社員なので心配で、そのくらいですかね、多分クラウドでやってます。他の皆さんもどうしてるのか、あれなんかどうしたらいいのかな、ツイートしてもらうかどこかに書いてもらうといいですね。ツイートしていただけると今後の参考に、はい、皆さん気になると思うので、ぜひ、はいですね、はい、そんな感じです。はい、わかりました。じゃああとまだご質問の回答ちょっと追いついてないところは、でもほとんど回答いただいてますかね、ひょっとして。微妙なところもあるんで、ちょっと悩んでるものがあるので、わかりました。はい。はい。じゃあ、佐々木さん、ありがとうございます。ということで、Q&A も終わりなので、ですね、ちょっと皆さんに、アンケートのお願いをしたいなと思ってます。まあ、これは毎回毎回お願いしていることなんですけど、今回の番組ご覧いただいてどうだったかっていうことをですね、皆さんにお伺いしたいんですね。で、このアンケートの一番最後に、メールアドレスを入れると、あの記入するところがあるんですけど、そちらはですね、もし XD の、ノベルティが欲しいよっていう方は、入力してみてください。そして今回のご用意しましたノベルティは、まずこちら XE のポーチですね。そしてまだありますよ、はい、ドリンクホルダー、これどちらも XD の、 あの開発ポリシーである、デザインやつはスピードソートって書いてあります。思考の速度でデザインできる、そんな XE ですね。そしてまだあります。これね、一人で飲んだら寂しいじゃないですか。もう一つペアでね、こっちは XD トレイルのロゴです。というわけで、こちらの、そしてまだあります。今なら、なんとこちらの XD トレイルステッカー本舗初公開ですね、を、お付けしますので、この4点セットを、欲しいよって方はアンケートにお答えいただいて、一番最後にメールアドレスを記入してください。当選された方、まあ、1名様ですけど、当選された方には、そのメールアドレスに連絡いたします。はい、さてさて、XE トレイルミートアップ2021フォール、まあ実はあのスプリングをやったので今年2回目なんですけど、Day1 はちょっと実践的な感じ、あの伊勢さんにね、いろんな、便利な機能をご紹介してもらいました。で、明日はですね、事例に学ぶっていう、冠がついてリモートワークについて2組のゲストにお越しいただきますということでですね、明日も夜8時から1時間ぜひ時間を空けて参加していただけると幸いです。はい、じゃあそのあたりでですね、佐々木さんちょっともう一回いらっしゃいます、まだ。はい、はい、毎回すごい早業で回答いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。今年はですね、XE トレイルは、もう明日の、ミートアップの会議をやるだけで、テクニカルサポートもありませんし、また来年ですね、いろいろご協力いただきたいなと思ってますので、皆さんも佐々木さんの活躍、ツイッターだけじゃなくて、XE トレイル、いろいろ今後もやっていただきますので、
楽しみにしてください。あと伊佐井さんもね XE トレイルコントリビューターということで、いろんなコンテンツを出していただく予定ですのでよろしくお願いします。はい、では今日 Day1 はここまでにしましょう。はい、では、皆さんまたお会いしましょう。それではさようなら。撤収です。